腹減ったな。ワンタン食おう、ワンタン。おい、これ火薬じゃなくてコンドーム入ってんじゃん。なんで持ち歩いて。やっぱコンドームじゃん。もう気持ち悪い。なんでワンタン食えないよ、こんな気持ち悪いの。もうおせんべい食べよう、おせんべい。歌舞伎揚げね、これ大好きやな、歌舞伎揚げ。なんかこの歌舞伎揚げ湿ってんな。なんで。いや、これ防腐剤じゃなくてコンドーム入ってんじゃん。そりゃ透けちゃうよ。コンドーム入ってんだもん。気持ち悪い。なんだこれ。ちょっと一回タバコ吸って落ち着こう。うん、タバコない。うん。二連コンドームじゃん。二連コン、なんで。まさかこの世のものが全てコンドームになってる。もしかして財布の中身も。これは元から入ってたちょっともう一回テレビを見て落ち着こう。うん、相撲だ。ああ、やっぱ大相撲は盛り上がるよね。うん、あの土俵、コンドームじゃねえかよ。なんで。どう分かった、これ夢だ。一回落ち着こうな、夢なら覚めてくれ。いくよ、3、2、1。まさかめちゃ長コンドームじゃん。気持ち悪いな。もしかしてやっぱそうだ、俺今でっかいコンドームの中住んでたんだ。どうもありがとうございます。